限界刑務所生活19日目を迎えた霊夢とマリサ。自由時間に探索をする二人は職員棟で装備保管室という場所を見つけた。その部屋には何やら防寒具と看守が使う装備が保管されていた。これを見つけた二人はいつの日か見つけた本に書いてあった看守の装備がないといれない場所について話し合った。そして二人は職員室に目をつけたのであった。そして刑務作業の時間、二人は看守の装備を着て再び職員棟に現れた。そして勝負のようだ。それではここの調査を開始する。そう。なんでなんで、なんでいけないのさ。看守の装備で入れる場所って、あそこじゃないのかもな。じゃああそこはどうやったら入れるのさ。どうだろうな。看守の装備とは違った別の服が必要とか。てかそんなことよりまた看守に怒られるよ。これこの後荷物検査とかされるよな。そうじゃん。この装備とかバレたらやばくない？なんとかして隠し通せるか。とりあえずこの端っこにいて反省してる感じ出しときましょ。看守の同情を煽る作戦だな。よし、作戦を立てよう。まずは看守が来たら、私たちはこの隅っこにいます。そしたら壁の方を向いて、めっちゃネガティブな発言をしよう。めちゃくちゃ反省してる感じ出せば、監視は私たちに同情して、そんなに反省してるとかわいそうって感情にしよう。それでいつも通り何もない日常になるわけだな。そういうことですよ。いやあ、これは完璧な作戦ですな。よし、監視が来るまで待機だ。おいお前ら、なんでまたこんなところにいるんだ。よし、マリサ作戦実行だ。了解。は？作戦、何を言ってるんだ。お前たちまた変なこと企んでるんじゃないだろうな。なんで二人とも壁の方向き出すんだ。そして作戦に、ああもう私はなんてことをしたんだ。私なんて売れ残ったもやしなんだ。私なんて揚げた唐揚げなんだ。それ普通じゃね。私なんてすりおろされた大根おろしなんだ。それも普通なんだわ。やばいマリサ、この監視私たちのネガティブが効いてないよ。うん、多分それお前のせいなんだわ。二人してなんか変な作戦とか言ってたが、なんだ、私に同情してもらおうとしてたのか。いやまあそういうことじゃないんですけどね。はあ、もうお前らには呆れたぞ。なんでまた職員棟に行ったんだ。あれ、私たちまだ職員棟に行ったとか言ってないですよね。なんで看守が私たちが職員棟にいたってわかるんですか。理由は一つしかないですよ。なんだ、看守が真の犯人だからです。マジで何の話をしてるんだよ。職員棟の見回り看守じゃないとここにはアップさせられないんだよ。ほんとそれどういうからくりなんですか。さあどうなんだろうな。てかそんなことより、お前ら刑務作業だったよな。なんで職員棟にいたんだよ。うわ、話そらす作戦失敗してる。じゃあ逆になんで監視は職員棟にいなかったんですか。見回りしてたんだよ。まったく、まあどうせまだどっかから脱走したんだろ。いやいや、気づいたら職員棟にいたんですよ。はいはい、お前らの変な言い訳は聞き飽きた。もう聞くのはやめるから、とりあえず荷物検査に行くぞ。え、荷物検査するんですか。私たち夢と希望とバナナしか持ってないですよ。バナナはどこで拾ってきたんだよ。マリサが生成してます。私バナナ生成できるの初めて知った。まあそれじゃあ荷物検査室行くぞ。おやかいの、勝手に他の部屋に入るんじゃない。いやいや、体が勝手に動くんですよ。なんでバナナはそこで止まってるんだよ。いやなんか止まりたい気分だったんですよ。で、赤いのは何をしているんだ。うわ、監視、違うんですよ。うん、お前今樽の中に何か入れてなかったか。うわぁ、見ない方がいいですよ。見たら呪いますよ。あぁ、おい、こんなのどこで拾ってきたんだ。バナナも怪しいな。え、ちょっと、待ってくださいよ。あぁ、お前ら二人ともか。おい、これは一体どういうことなんだ。ほら見えるだろ、なんでここに監視の装備が入ってるんだ。なんとか言ったらどうなんだ。なんとか言ったらって意味じゃないんだわ。怒られてる時になんていうやついないからな。ほらすぐ上を見るんじゃない。いや今日は星が綺麗ですね。ここ室内だぞ。そんなことよりこれは重罪だぞ。脱走とかは今までは軽く見ていたが、監視の装備を持っているっていうのは良くないな。っていつまで上見てるんだよ。マリサは常に上を目指してるんですよ。はいはい、わかったから。はあ、とりあえず他に何か持ってるかもしれないから、引き続き荷物検査をさせていただく。こっちに入ってくるんじゃない。監視何やってるんですか。扉間違えて壊したらなんかおかしくなったんだよ。監視さんってなんか抜けてるところありますよね。よし、これでひとまず荷物検査は終了だ。まあ特に咎めるものは何もないな。よし、それじゃあ棒に戻りましょうか。あ、そうだな。棒に戻るとするか。あ、そういえばお前らの棒を新しくリニューアルしておいたぞ。本当ですか。監視さん優しいですね。それじゃあ棒に向かうぞ。了解しました。リニューアルした棒楽しみだなぁ。てか棒ってこっち方向でしたっけ。うん、あーこっちの方が近いんだよ。さあついてきてくれ。さあ着いたぞ、リニューアルした棒だ。あれ、どうした。あのいつもの棒と違う気がするんですけど。言っただろ、リニューアルしたって。違う、ここは絶対普通の棒じゃないんだ。なんだバナナ、察しがいいじゃないか。ここはな、超バッツ棒、お前らの超バッツ棒だ。うわぁ、その歌やめてー。なんだ、お前らこの歌知ってるのか。知ってるも何も、私がよく歌ってる歌じゃないですか。赤いの、そうか、この歌は記憶にあるのか。え、
どういうことですか？お前たちは昔私と一緒にこの看守学校にいたって話はしたよな。はい、霊夢から聞きました。この歌はその看守学校でよく歌われてた歌なんだよ。そう、悪さをした人が作った歌でな。まあ誰が作ったのかはわからないがな。そうか、赤いのはこの歌を覚えていたのか。いや、覚えていたってよりはなんか頭の中に流れてきたっていうか、おそらく懲罰房に入ったことで記憶が刺激されてるんだろうな。いつか私たちは記憶をすべて取り戻すんですか？さあ、それはわからん。まあとりあえず今日はここらにしておく。ねえマリサ、懲罰房の歌って私が作ったんだと思ってた。いや私もそうだよ。だからか、お前が懲罰房の歌を歌うとなんか嫌な気持ちになるのは、多分普通の刑務所だけじゃなくて昔の記憶も刺激されたから嫌な気持ちになってたんだろうね。懲罰房の歌にそんな過去があったなんて、なんか私が作ったと思ってたからやだな。作成者は誰だ？さあ誰なんだろうな。てか懲罰房に入っちゃったぞ。ここでの流れってどうなるんかね。さあ明日看守に聞いてみるか。そうしましょうか。今日はここらで寝ておきますか。そうだな。それじゃあおやすみ。ああ、おやすみ。懲罰房、懲罰房、私たちの懲罰房。やっぱ霊夢が歌うのが一番しっくりくるわ。もしもし。二人ともあの歌を思い出しているみたいです。昔の記憶が戻ってきているのでは？まあそういう考え方もありますか。そうですね、引き続き調査しておきます。それでは近いうちにまた。